天皇支配幕内最高優勝商品とは、大相撲で幕内最高優勝を達成した力士に贈呈される、支配、賞状及び副賞である。かつては簡素なものであったが時代とともに、商品の数が増え、現在では20種類以上の表彰が行われ時間も40分以上かかる。また、優勝商品は、開催地自治体からのものなど、各場所によって多少異なる場合がある。 なお、土俵上は、女人禁制であるため、授与する人物は男性に限定される。天皇支配を筆頭とする優勝賞品のトロフィーは、本場所開催中入り口付近に展示されている。支配、優勝旗は、翌場所初日の幕内土俵入り、横綱土俵入りの後に行われる、返還式で、優勝力士本人から返還されることになっている。なお、怪我などによる休場や、 翌場所開催前の引退で本人が返還できない場合は原則として所属部屋の師匠が代行する。二枚観察の力士が優勝翌場所を全休した場合は本人イコール師匠であるため師匠の出席も困難となるが優勝機種制度廃止以降でその例はない。なお、1989年3月場所の千代の富士のように場所終盤の故障により一人で支配を受けられるか、 どうか危ぶまれたため首相が付き添った例がある。基本的に内閣官房副長官クラスの政治家が手渡すことになっているが、首相本人や内閣官房長官が手渡す場合もある。首相が授与した例は以下。その他、地方場所では会場近隣の選挙区選出の政務次官、副大臣、大臣政務官クラスの政治家が渡す場合がある。いずれにしても、 総理大臣杯は相当の重量があるため、呼び出しが補助について持ち上げるのが普通である。優勝額は東京場所初日の支配、優勝期変換式の後、全2場所の優勝力士を改めて表彰し、除幕される。2013年までは彩色家の佐藤鈴子が力士のモノクロ写真に絵の具にて着色したものを贈呈していたが、佐藤が高齢となったことや、 本人の強い意向により、後継者への継承を失うことになり、2014年からはデジタル処理したパネル写真が贈呈、計画される。土俵上で呼び出しが持つ巨大マカロンはオブジェであり、食べることはできない。代わりに表面に金箔を貼った黄金のマカロンが22個入ったスペシャルボックスが送られるが、 消費期限4日と日持ちがしないため後日優勝力士の部屋へ届けられる。1986年から2019年3月場所まではヘレンド社製の縦長の壺だったが日本、ハンガリー外交関係解説150周年を機に2019年5月場所からは巨大なティーカップのトロフィーに変更。カップの口径は40センチメートルで同じくヘレンド社製。 基本的に各国の特命全権大使や、それに準ずる人物が授与を行う。例外として、アメリカ合衆国大統領杯は創設された二千十九年五月場所において、国賓として来日中のドナルド・トランプ大統領が、観戦直接手渡した。開催地の自治体によるモノトロフィには、翌年の三月場所前に優勝力士が大阪府庁を訪問して、大阪府知事に返還し、 レプリカが授与される。その多自治体牛肉や米、野菜、ビールなど多くの食べ物が部屋に届くが、高砂部屋によると部屋で全て食べきれるはずもなく、かなりの量は関係者や近所に配ることになるという。演奏は陸上自衛隊東部方面音楽隊、海上自衛隊東京音楽隊、航空自衛隊航空中央音楽隊、陸上自衛隊大音楽隊など、 インタビュアーは NHK 大相撲中継の東方担当アナウンサーが担当し、ここで優勝力士のインタビューであります。インタビューは NHK アナウンサーでありますと、場内アナウンスが入る。ありがとうございます。